結果が、全てです。負け方ってちょっと、記憶が飛んでるんで、また改めて見返したいと思います。ありがとうございます。左フックは警戒していった部分だと思いますが、いかがでしょうか。そうですね。警戒もっとすべき点だったかなとは思います。今回は、不甲斐ない結果に、なってしまいまして、応援していただいた皆さん、すいませんでした。また今後は、ゆっくり、代表と話して、考えたいと思います。応援ありがとうございました。いや、本当に嬉しいのと、こう現実なんですけど、夢のような感覚があるんですけど、でもなんか嬉しいんだけど、逆にこう、ここからスタートだなっていう気が引き締まる思いの方が強いかなっていう感じがします。試合前は山崎選手は本当に怖くて、そういう相手に対する恐怖心っていうのがもう自分を成長させてくれたなと思うので、そういう恐怖心が自分のプラスのストレスに変わったかなと思うので、やる前からすごい強いの分かっていましたし、向き合ってこう強さも感じましたし、試合はたまたま一瞬で終わってしまったけど、こう本当に強い選手だったなっていうのが思いますし、確実に過去最強の日本人選手だったなと思います。何がどうしてっていう。そうですね。フックはもともと得意なんですけど、本当に不思議なんですけど、勝手に出て勝手に倒れてるっていうか、狙ってもないし、なんか自然と出て倒れてるっていうか、今回もまさにそうで、全く狙ってもなくて、なんか流れで自然に出た感じなんですけど、そういう自然に出るっていうものがやっぱり練習の賜物というか、普段からやってることが出たのかなと思います。不思議だけど当たるんですね。 試合前は12年前に K1 に人生を変えてもらいましたって、今回は自分が K1 で人生変えますって言ったけど、試合を終えてみると結果また K1 に人生変えてもらってるなって思っちゃうぐらい、 K1 はやっぱり僕の夢の舞台だし、今も変わらないんで、今日先ほどの試合終わった瞬間から K1 王者として胸を張って日々精進していきたいなと思います。